地に戻ってきたけど、特に何も変わった様子はなかった。あのな、オイラ、みんなに。なんだ、今の音。どっかで聞く。ああ、間違いねえ。あれや、海列車の汽笛の音だ。お疲れかしら。ねえ、お願いね。行ってらっしゃい。探してるのか。お前は CP9 のボス猫？鳩のやつ。久しぶりだな、麦わら。ロビンの居場所知ってんのか。言ったはずだ。あ、そういや、三刀流108ポンド砲。安心しろ。殺す？海賊だ。Yeah!
呼んでもいいんだぜ。兄貴、ストロングライト、ストロングライト、よっと。
思い出すだろう、麦わら。お前たちが一度は死を受け入れた女を引き止めた場所だ。ロビンは生きると決めたんだ。今のあいつは絶対に死ぬなんて言わねえし、お前に殺されるほど弱くもねえ。悪はこの世に栄えない。闇の正義の名のもとにいずれ裁きが下る。手応えのあるやつはいねえのか。死ぬ。
に任せろ。あお、ガスが足るねえ。あ、行くぜ。相変わらずだな、麦わら。通すわけにはいかんと、それくらい言わせろ。随分と力をつけたみたいだな。ああ、お前もな。舞台を変えようか。俺とお前の最終決戦にふさわしい舞台だ。闇の正義の名のもとに。
今の俺の力はある男によって与えられたものだ。な、この島を出てあの女を本部へ連行することもでき。何言ってんの。誰だよ。それは何だそりゃ。どうやら分かった。ん？あら、目覚めに見る顔としては最悪。こっちの髪型の方が良かったが。うわ、なんだそれ。べこんなのはどうかしら。こいつは強力だぜ。お安いご用意。コツとご覧あれ。